平野紫耀の弟リクうをも不発姿正規、竹内涼誠の弟も。だから兄弟の七光りは難しい。元キングプリンス平野紫耀26の弟で、リクうこと平野リク24が20日にファーストシングル、ダウト・イットで CD デビューする。 愛知を拠点に活動する陸が平野家の次男として生まれたこと、二つ上の兄とダンスユニットを結成し、コンテストで優勝経験があること、21歳でアパレルブランド、RKS リキーを立ち上げたことなど、兄しようと絡めたプロフィールも公開された。ただ、ネットの反応はあまりかんばしくない。こういう兄弟売りしない方が良くない、かな。 絶対比べられるし、便乗に思えるし、用君のフィルターを全く通さず、平野使用ブランドに頼らず、彼のことを見て、兄は好きじゃないけど、弟個人は好き。簡単ふっ、っていう人何人いるのかな。親の七光りよりも厳しい気がする。平野の仕様の弟だからって理由でりくくんはファンの人も多そうなイメージがある。 実際に、りくくんの作ったお洋服は、平野んがめちゃくちゃ買ってるイメージがあるし。だから正直人気があるというより、お兄ちゃんの影響で、たくさんのファンを掴んでる感じがする。と、辛辣な意見が目立つ。兄弟セット売りは、平野兄弟以外にもある。TBS 日曜劇場、下国上9個、に出演中の姿正規、30、の弟スゴー荒木、24、や、 竹内涼誠、30の弟で、歌手モデルの竹内唯と、22と妹のインスタグラマー竹内ほのか、26などがいる。竹内姉弟は、先月、揃って、踊る。三魔五天、日本テレビ系、に出演した。四角親の七光りが加わると、リスク軽減の傾向。ただ、 兄弟の七光り派、親の七光りも加わった場合に比べるで苦戦を強いられるケースが多いようだ。例えば、江本明、75を父に持つ江本優、36、と時生34の兄弟、小千葉正和を父に持つ、神殿神剣優、27、と誠栄えたゴトン、23、母親の七光りも加わった兄弟だ。 親が成功者の場合は見る側の信頼度がありますよね。かつ親の名に恥じないように切磋琢磨し、互いの関係が良好な兄弟だと成功している印象があります。芸能関係者。2020年2月23日放送の僕らの時代、フジテレビ系。 に、え本とが出演した際、ときが、俺のお兄ちゃんは世界で一番かっこいい、と言っていたことを報告され、ユウも、俺も弟大好き、と語っていた。2021年9月10日放送の、オスデ d o t b s k に、キョウトンが出演した際は、新剣優から寄せられた、俺はドラマ、映画、すべてのものを陰ながら見ているよ。 こんな素敵な弟がいるということは僕の自慢なんだというメッセージに対し、京都が兄もすごい役者として尊敬しているので、兄みたいになろうとは思わないけど、自分のカラーでぶつかっていければいいなと思います、と語っていた。 一方、今回の陸王よすごあらけのように、兄の七光りりだけだと、手っ取り早く注目されますが、常に兄と比較されることになり、超えるべきハードルも上がってしまいますよね。どう ?7 月21日に陸王が初めて兄弟ツーショットをインスタグラムにアップした際も、賛否両論が巻き起こった。今回の陸王への CD 初動売り上げに注目が集まりそうだ。